開拓暮らしサンタのところ、伊藤サンタです。春に、こう、倉庫に作ったキッチンで、毎日、料理をするようになってきました。この、初雪が終わって、こう、今、12月の初めってところなんですけど、まあ、ストーブを、薪ストーブ、去年、じゃあ、これ、それも今年の春か。今年の春設置した、薪ストーブ、ちょっとバージョンアップして、設置しました。で、こう、熱源があるってことは、上でなんかやらないともったいないという思いがありまして、毎日ね、自作のじゃがいも料理の研究しております。おいしい！いまいち！おいしい！アウトサイダーズ！キッチンサンタのところ。理想は仮モサなんですけど、この仮が上手に作れない。薪ストーブの上で、最近はダッチオーブンでやってるんですよ。で、ダッチオーブンだとモサは行くんですよ。非常に簡単に。その前、3回前はね、フライパン使ったんですよ。フライパン使って、一人前だったらね、なんかパリッといったんですよね。だからやっぱ、厚さ焼くときの、まあ油の量とか、ちょっとね、このパリが難しいんだなと。低温でじっくりなのかな。で、じゃがいもって作るの簡単だけど、こう、洗うの大変だね。毎日毎日泥を落とす。で、まあ、皮むきはね、ピーラー使えば、そんなんでもない、かな。さあ、今日はじゃがいも使って何やろうかな。パリが、やっぱ、ちょっと、いつも通り、こう、やってみるんで、なんか、こう、アドバイスいただけたらと、こう、ご指摘、こうなったらいいんじゃないか、ああなったらいいんじゃないかってね、ね、あの、ガラクタの兄貴、あの、アドバイスいただけたら、あの、嬉しいです。サンタのところ。皮むくよね。これ、最近ずっと、この芋、シャドークイーンって、紫色、アントシアニンが、豊富って言われてるんだな、確か。まあ、最近何でも紫の品種。さつまいもだと、パープルスイートだったかな。で、アスパラも紫の品種があるよね。名前わかんないけど。あと、紫色の、新商品ってなんだろうね。この農業界で。そんなもんかな？アスパラ、ジャガイモ、サツマイモ。まあ、赤じそはね、昔からあるもんだし。はい、それでは、2、4、ロー、ヤー、トー、11個。だいたいね、5人家族で10個から12個くらいが、1食で、ちょうどいい量かなっていう現状です。まあなんか、作り始めはなんか、物珍しさでいっぱい食べてたんですけど、ね、毎日、じゃがいもを出すようになると、ちょっと
飽きてきて食べる量減ってきたかなっていう感じなんですけど、それをこうね落とさないように手を変え品を変えね、こうじゃがいも料理をこう開発していきたいなと思うんですけど、最初のなんか一品がまだ完成しないなって感じですね。まあやっぱガレットちょっと薄くして、ただ何枚も焼くったら時間かかっちゃうんだよな。やっぱりストーブの上でなるべく手間をかけずにかつ美味しい料理を作りたいっていうのが、僕のわがままな狙いなので、そういう方向を目指してできるかどうかは分かりませんが、研鑽したいなと思います。そしたら次はさ、どう切るか。最近は2パターン、サイコロ型正方形に切ってやるか、それとも指よりちょっと細いくらいの細長く平べったい、塊で切るかで、やっぱり熱の通り方が違うなぁとは思ってるんだけど、あと食べる時の食べやすさだったり、こう二次加工、例えば緑とあえ、こう正方形の方がこう転用が潰すのも楽だしね、マッシュしてもいいし、二次転用のことを考えるとやっぱりキューブ型がいいのかな。うん、すげえ薄くスライスするっていうのも一つの手なんだよな。これでね、あとは厚みだよな。ちょっとスライスいってみるか、頑張って。今日はよしよしよし、スライスしたらどうかな。水にさらすとなんか効果あんのかな。よし、小さい方いいかな。包丁、高校じゃなくて大学の同期からいただいたナイフでやります。あ、だからもう目取って手間がすごいね。やってから気づくってちょっと足りてないんだけど、これ1個でやめた。こんな手間かけてらんないわ。やっぱ手間をかけずにいかないとね。ちょっと頭に湧いちゃったんで実行に移したけど、これはフライパンでガレットみたいなのにしようかな。あとはやっぱり手間を考えれば、はい、急遽予定ね、いろいろあっち行ったりこっち行ったりするんですけど、じゃがいも切りました。指より細いね、指ぐらいの長さっていうかね、2等分して4等分もしくは3等分くらいの、厚さと、長さであります。なんか何でもさらっと塩振って水出すと
塩もみし、ああ入れすぎた、ちょっと入れすぎた、こう美味しくなるのかなって最近塩のね味を出す効果っていうのは果たしてじゃがいもにもこれでちょっとね20分で燃えてやるとこう水っ気が出てきてね、よいしょ、この間に片付けをする。サンタのところ、最近やっぱ薪ストーブの相棒コールマンの24センチの、ダッチオーブン、来ました。洗い物、あ、まずね、あれだね、何がなくても油、オリーブオイル、オリーブオイル、そしてちょっと塩もみしたじゃがいも、よいしょ、そしてあ、ニンニクだね。ニンニク忘れてた。ニンニク。ニンニク。ああ。無駄。一回で終わらせないから。見えてないね。よいしょ。今年のニンニクはちっちゃいのしかもう残ってないかな。ニンニク。ニンニク。ニンニク入れましたよ。ニンニクでしょ。そして、あれ？あれ？乾燥バジル。今年バジル作ったけど乾燥までできなかったな。バジル。ね、乾燥させんなら多分こう鼻つかせないで、生ではね、あのピザの上に乗っけたりしてね食べたんですけど、乾燥までいかなかった。これ僕のその暮らしの課題の一つ。オレガノは、あの、取りましたよ。オレガノ。オレガノでしょ。他にももっとハーブ作りたいな。それから、胡椒、なんだろうね。胡椒。パセリ、もうパセリこれ使っちゃおうかな。ああ、今年はパセリも干してるからこれに補充しとこう。パセリ、まあ、クレイジーソルトも残り少ないからちょっとクレイジーソルトかけて、なもんかな。そしたらもう一回上からオリーブオイルをかけまして、あ、こういう視点で話してもよかった。あ、クランサンタのところ。さあ、ジュージューする音聞こえるかな。
音っていうのはね、あれだよね、あの大事なシグナルだよね。よいしょ。そしたらちょっと中見てやりますか。せーの、どうした？いい感じだけど、うん、まだ全体に火が通ってないって感じですね。これジーパンの歯切れ素材。よいしょ。こっち薄く、あのスライスしたの方もだいたい一緒な感じでフライパンに入れて、こっちはね直火よりちょっとあの隙間があるんで、うん、こっちにスペース空けてやれば直火にできるかな。わざとじゃなくてスペースの都合上、ムラができるかな。そしたら焼きムラがこっちばっかり。よいしょ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 。まあまあぼちぼちなペースで走ってますね。もうちょっと経ったらまた段ボールとそれから廃材を打ち込もうかな。サンタのところ。さてさて、順調に火が走ってこう来てますね。これさっきいじったらすでに焦げついてるかも。よいしょ。まあでも焦げがやっぱ美味しいんだよね。ちょっと離します。でもパリッとしないね。まあ蓋してたからね。これ今度蓋取ってあげようか。そして今度こっちだ。やっぱこの音ですよね。この音がしてきたらちょっと一回かき混ぜてやんないと焦げちゃう。ちょっと下焦げてる。で、まあオイルも回してやって、ここで蓋を取ってこう蒸気を上手に飛ばしてやれたらパリッといくんじゃないかなって思っているんですけど、よいしょ、果たしてどうでしょうね。こっちはジューって音、こっちもジューって音だね。湯気が出てるね。火の走りはまあまあ順調ですね。うん、今ここはこうついついこういじっちゃうんだよね。こう手持ち無沙汰でっていうか、こう見守ることも大事なんだよね、料理ってきっと。ついついかき混ぜたくなっちゃう。さあちょっと見守ってみようかな。サンタのところ。あのちょっと取り忘れたんですけど、湯気がボーって出てる時にオイル一回こう回して一回かき混ぜてやって、それからまたちょっと置いて、湯気が出てこなくなったんでだいぶ水分抜けたかなと思います。なのでこの直火からちょっと浮かせたところに逃がしてやって、またゆっくりと加熱してやったらどうだろうっていう感じですね。蓋もしないで、蓋はひとまずここ置いといて、でフライパンの方もこれなんかちょっと味見してたらどんどん小さくなってっちゃうんだけど、カリじゃないのね。カリはやっぱある程度火力が必要なのかな。フライパンこそちょっともうちょっと直火の上に乗っけてやってもいいかな。じゃがいもカリへの道は結構これなんかベタっとしてるね。うん、ちょっとカリッと、うん、でも塩味効いて美味しい。サンタのところ。さてさて、外も暗くなってまいりました。
傘がわかるかな、雪積もってて分かんないね、オブジェ的な明かりですね。じゃがいもね、よいしょ。まあ薄っぺらく切った方は、うん、結構カリッとカリッとしたね。つまみ食いして半分になっちゃった。うん、この薄すぎるとカリばっかりで もさがないね。でも美味しい。ほんでもってこっちも、うん、うん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 、いい感じだけどちょっと分かったかも。うん、ちょっと次試しにやってみよう。今じゃがいもだいたい1/8の薄さで、1/6から1/8の薄さで切ってるんですけど、これちょっと頑張って1/16の薄さっていうのがくらいでやると、もしかしたらもっと美味しくなるんじゃないかなと。これでも十分美味しいけど、次はちょっともう一つ薄くしてみよう。これでもいいかな。